インディアナ州省は州の開拓時代を表彰している。インディアナ州の歴史では、アメリカ合衆国中西部インディアナ州における歴史、社会活動、及び住民と制度の発展について解説する。インディアナ州となった地域にはおそらく紀元前8000年頃にアメリカ州の移住制の先住民族が住んでいた。 これらの種族では数千年の間に支配的な種族が次々と入れ替わった。この地域は最初のヨーロッパ人が入ってきて1670年代にフランス王国の領土と主張された時に有志時代が始まった。フランスの支配が100年間続いた後のフレンチ・インディアン戦争の結果、この地域はイギリス王国の支配下に入った。イギリスの支配は短米であり、 わずか20年後にはアメリカ独立戦争の結果として新生アメリカ合衆国に移譲された。アメリカ合衆国がインディアナを領有した時点では全地域にヨーロッパ人開拓地がわずか2つあるだけだった。アメリカ合衆国は即座にインディアナの開発を開始した。1800年、インディアナ巡州が設立され、1816年に 合衆国19番目の州として昇格する時まで着実に開拓が進んだ。州昇格後、新しい州政府はインディアナを荒野の辺境から開発され人口があり繁栄する州に変えるという野心のある計画を開始した。州の創設者たちは道路、運河、鉄道及び州営の公共学校の建設につながる計画を始めた。 1850年代、州人口は100万人を超え、州の創設者たちの野心的計画は日の目を見た。南北戦争の間、インディアナ州は政治的に影響力を持ち、国全体の問題について重要な役割を果たした。戦争のために最初に軍隊を動員した西部州として、戦争中のあらゆる戦いにインディアナ州の軍人が関わった。 南北戦争終結後、インディアナ州は大統領選挙で重要な接戦州となり、30年の間連邦政府の行方を決めるという国全体に関わる重みを保ち続けた。20世紀初期、インディアナ州は強い工業州となり、続く1930年代の世界恐慌では逆流を経験した。インディアナポリスモータースピードウェイの建設で、 州内の自動車産業が始まり、それに続く都市の成長と二つの世界大戦で多くの発展を見ることになった。第二次世界大戦中に経済復興が始まり、実質成長を享受し続けた。20世紀の後半、イーライリリーカンパニーなどの会社が州内で設立され、薬品工業で指導的地域となった。インディアナの最も初期と考えられる住民は、 遊牧的な先住民族だった。古紀にはすでに人類がいた証拠がある。ホープウェル文化の人々は、紀元前200年には、インディアナにいた可能性がある。ホープウェルは、インディアナで、初めて高級的開拓地を生み出した文化だった。西暦1年頃、ホープウェルの人々は農業を習得し、ひまわりやカボチャのような穀物を育てた。このことで、ホープウェルは、 農業文明に発展した。西暦200年頃、ホープウェルの人々は、儀式用及び埋葬用に使われたと考えられる、マウンドを築き始めた。ホープウェル文化に関する現代の知識の大半はこれら、マウンドの発掘から得られてきた。マウンドからの発掘品は、インディアナのホープウェル人が遠く中央、アメリカまで他の先住民族との交易で、つながりがあったことを示している。 西暦400年頃のどこかの時点で、ホープウェル文化はよくわからない理由で衰退を始め、500年までに完全に消滅した。ホープウェル文化の崩壊後、西暦900年頃のミシシッピ文化の交流まで、インディアナには人口が少なかったということを示唆する証拠がある。オハイオ川渓谷は1100年頃から1450年まで、ミシシッピ文化の人々によって人口が著しく、 増加した。その居住地は以前のホープウェル文化と同様に儀式用マウンドで知られており、マウンドの多くは現在でも残っている。ミシシッピ文化のマウンドはホープウェル文化のマウンドよりも壮大な規模で作られた。ミシシッピ文化は農耕社会であり、トウモロコシの農産物価を果たした。ミシシッピ文化が普及した時に弓矢や同器も完成された。 ミシシッピ文化の社会は3万人に及ぶ住人を抱える都市に発展した。その都市は川の近くにあるのが通常であり、中央の大きなマウンドといくつかの小さなマウンド、それに開かれた広場があり、大抵は壁で囲まれていた。エンジェルマウンドと呼ばれる大きな定着地が現在のインディアナ州エバンスビルの東にある。ミシシッピ文化は15世紀の半ばに、 未だ不明の理由で消失した。インディアナにおけるその消失はヨーロッパ人が最初にこの地域に到着する約200年前に起こった。ミシシッピ文化はインディアナにおける先住民族発展の頂点であった。インディアナに関係の深い先住民族はマイアミ族とポタワトミ族だった。彼らはフレンチ色濃い戦争の後17世紀遅くにインディアナに入った。 これらの種族は、それに先立つミシシッピ文化よりもかなり遅れていた。新しい種族は海遊性の者たちであり、石器の使用に戻り、先人が行っていた大規模構造物の建設や農業を踏襲しなかった。レナペ族のような他の種族が、ヨーロッパ人開拓者に押し出される形で西に移動した。マイアミ族は1770年頃にホワイト川沿いに、 レナペ族が定着するようにした。小児族がさらに後に到着したが、彼らはもっと前の時代にオハイオ川渓谷に住んでいた可能性がある。これら4種族は五大湖地域の支配権をめぐって先住民族と白人との間の闘争である60年戦争に参加した。1600年以前の時点で北アメリカ東部に大きな戦争が起こった。 色恋連邦と呼ばれることになるご種族が同盟を結んで他の種族に戦いを仕掛けた。この色恋連邦には小二族、マイアミ族、ウィー族、ポタワトミ族及びイリノイ族を含むアルゴンキン五族の連邦が対抗した。この戦争は少なくとも一世紀の間続いた。色恋連邦はイギリス人の施設に対しアルゴンキン五族が彼らの領場に不法侵入したと、 主張し、それが闘争の原因だった。この戦争の流れの中で、色い連邦は対抗する種族を南方や西方に追い出した。この戦争によって、インディアナに、いくつかの種族が流れ込み定着を試みた。色い連邦は、ニューネーデルラントのオランダ人から火器を供給された。あとは優勢になった。新しく見つけた、その優秀な火器によって、 北部インディアナでは少なくとも30の他の種族を支配し、その他を絶滅に近くさせた。最初のヨーロッパ人がインディアナに入った時、この地域は闘争の最終段階だった。フランス人は西部の種族との交易を試み、その中にはカキを売りつけることも含まれた。このことが色濃い連邦の怒りを買い、報復のためにインディアナにあったフランスの交易拠点を破壊した。 フランスの施設がイロコイ連邦との交渉に送られ、その施設が交渉の間の記録を持って戻ってきた時にイロコイ連邦は700人の捕獲したイリノイ族を宿営地に連れてきてその大半を食べてしまったと報告した。愕然としたフランス人は西部の種族への火器供給を継続し、勢力が均衡して戦争が終わった。 最初のヨーロッパ人開拓者は1670年代にインディアナに入り、この地域をヌーベルフランスに付属させた。ヌーベルフランスのカナダ地区とルイジアナ地区を結ぶ最大経路はインディアナを通っており、テレフォートコーチが2つの地区の境界と考えられた。このことで、インディアナ地域はフランスが通信と交易を続けるために重要なところとなった。また、イギリスにとっても、 フランスの拡張を止めることができた場合の支配のための重要な拠点となった。ヨーロッパ人支配の間に唯一高級的開拓地、バンセンヌが設立されたが、その領内には多くの先住民族が住んでいた。フランス人手側交易業者がインディアナに入った最初のヨーロッパ人だった。現在のインディアナ領内にできた最初のヨーロッパ人基地は1673年に、 寒化系側近くにできた、フランスの交易拠点タッシノンだった。フランス人探検家、ロベール・カブリエド・ラ・サールが1679年に、この地域に入り、フランス王類14世の名で領有を主張した。インディアナのさらなる探検により、モーミー側とオーバッシュ側を使い、カナダとルージアナをつなぐ重要な交易ルートが作られた。フランスは、 インディアナに一連の砦と前進基地を設け、イギリス領植民地による西方への拡大を防衛し、先住民族との交易を奨励した。フランスは、マイアミ族の町、ケキオンガに、マイアミ砦を築いた。フランスは、ケキオンガのマイアミ族に対する最初の代理人として、ジャンバティスト・ビソーとバンセンヌを指名した。1717 17年。 フランソワ・マリー・ピコテ・ド・ベルストルがウィアテノンの基地を建設し、ウィー族がイギリスの影響圏内に移動するのを阻止した。1732年、フランソワ・マリー・ビソー・ド・バンセンヌが現在でもその名を冠するヴィンセンズのピアンクショーを近くに同様な基地を建設した。これらの砦では、ヌーベル・フランスから派遣された兵士に守られたが、インディアナで高級的な開拓地を作ろうとした。 公式の試みはなかった。ヴィンセンズは現代まで高級的にヨーロッパ人が居続ける唯一の前進基地だった。イエズス会の僧侶が大勢のフランス人兵士に同行してインディアナに入った。先住民をキリスト教徒に変えるためにイエズス会の多くは伝道を行った。伝道士の何人かは先住民族の中で生活し、狩りや移住の場合は同行した。 僧侶たちは洗礼を施し、先住民に対して定期的に説教を行った。ガブリエル・マレストは1712年にはカスカスキアの中で教えていた。伝道師は先住民族の間で重要な影響力を持つようになり、先住民族とフランスとの同盟を持続させるために重要な役割を果たした。この地域に影響した。 最初のヨーロッパの戦争は1689年に始まった。ウィリアム王戦争はこの地域にほとんど影響しなかったが、先住民族の中にはイギリス領植民地近くの小規模襲撃に参加した者がいた。2回目の紛争は安城王戦争で1740年から1748年まで続いた。この戦争の間、インディアナでは戦闘がなかったが、 フランスは多くの地域先住民族を説得して、イギリス領植民地に対する襲撃に加わらせた。安城戦争の結果、フランスはカナダ支配で譲歩し、次の戦争ではイギリスにカナダを落とされることになった。フレンチ・インディアン戦争の間、イギリスはこの地域のフランス支配に再度挑戦した。インディアナでは開戦は行われなかったが、先住民族はフランス支持を続けた。 戦争の開始時点で先住民族は戦士の大集団を送りフランスがイギリスの侵略に抵抗するのを助けイギリス領植民地に対する襲撃に参加したイギリスは先住民族の抵抗のために戦争の初期の西法への作戦行動で何度か交代をしたが結果的に先住民族に打ち勝つことができたピットトリデを前進基地にしロバート・ロジャーズが 辺境深く進行し、デトロイトトリデを占領した。ロジャーズはデトロイトから南下し、マイアミトリデやバンセンヌトリデなど多くのフランスの主要基地を占領した。戦争が進展すると、モントリオール陥落の結果としてフランスはカナダ支配を失い、もはやその後輩地の支持ができず、インディアナ全土を含み領土の大半をイギリスに占領された。 フランスは1761年までにインディアナから追い出された。フランスの撤退後は、ポンティアック州長の下で先住民族が結集し、フランスの援助なしでイギリスへの反抗を試みた。ポンティアックがデトロイトトリデを包囲する間に、インディアナとの種族が立ち上がって、マイアミトリデやウィアテノントリデのイギリス軍を降伏させた。1763年。 ポンティアックはまだイギリス軍に対する抵抗を続けていたが、フランスはパリ条約に調印し、インディアナ全土の支配権はイギリスに移った。イギリスがインディアナの領有権を得た時、まだ全地域でポンティアック戦争は真っ最中だった。翌年にかけてイギリスの役人が様々な種族と交渉し、ポンティアック州長はその同盟者の多くを失った。 最終的に1766年7月25日、ポンティアックはイギリスとの休戦に応じた。ポンティアックに対する情報として、イギリスは1763年宣言を発し、アパラチア山脈から西の領土は先住民族のために保留されるとした。この条約にもかかわらず、ポンティアックはイギリスに対する脅威であり続けたが、1769年4月20日に、 ポンティアックが殺害された後は、この地域に数年間の平和が訪れた。イギリスは、先住民族との休戦を確立した後で、遠隔地の交易拠点や取の多くを放棄した。マイアミ取は、最重要と考えられていたために数年間維持されたが、そこですら、最終的に放棄された。イエズス会の僧侶は追放され、地域政府も作られなかった。イギリスは、 こうしておけば、フランス人で残っている者も,も立ち去ることになると期待した。多くの者がこの地を離れたが、イギリスは徐々にこの地域に残って先住民族と活発な交易を遂行しているフランス人の便利を図るようになった。この相互関係によって先住民族は徐々にイギリスと同盟するようになっていった。1773年、インディアナの領土は、 フランス系住人を融和するために、ケベック植民地に付属された。これを定めたケベック法は、13植民地の人々が、アメリカ独立戦争勃発の理由とした耐え難き処方の一つとされた。13植民地の人々はこの地域が、今戦っている敵に対する報奨であるよりも、戦争中の指示ゆえに、自分たちに権利があるものと考えた。 アメリカ合衆国は独立戦争後にこの地域の公式の所有権を獲得したが、そこの同盟先住民族に対するイギリスの影響力はインディアナ北部、特にデトロイトトリデ周辺で根強かった。この傾向は北西インディアン戦争と J 条約批准後に衰えたが、イギリスは米英戦争の終結までこの地域から完全に 追い出されたわけではなかった。独立戦争の勃発後、ジョージ・ロジャース・クラークが、バージニア植民地から、北西部の土地の領有権主張を確保するために、派遣された。1778年7月、クラークと約175名の兵士は、オハイオ川を渡り、カスカスキア、ヴィンセンズ及び、イギリス領内にある他のいくつかの集落を支配した。 この占領は一発の重火もないままに行われたが、クラークがフランス大使のアメリカを支持すると宣言した手紙を携帯していたためだった。このことで、フランス人や先住民族住人の大半は、イギリスのために武器を取ることに乗り気でなくなった。ヴィンセンズのトリデは、イギリス軍によって、サックビルトリデと改名されていたが、数年前に廃棄されており、その基地を守る守備兵もいなかった。 レナード・ヘルムがヴィンセンズの最初のアメリカ人指揮官となった。クラークの侵攻に対抗するために、ヘンリー・ハミルトン副総督指揮するイギリス軍が、少数の部隊でヴィンセンズを再占領した。1779年2月、クラークは驚くべき冬の遠征を観光して、ヴィンセンズに到着し、街を再確保し、その過程で、ハミルトンを捕獲した。 この鮮やかな冬の遠征で、インディアナ南部の大半は確保された。クラーク隊のヴィンセンズへの行軍1780年、クラークのヴィンセンズでの成功を模倣して、フランス人士官オーガスティン・ゲラ・バルムが、フランス人10人の民兵隊を組織し、デトロイトトリデを占領しようとした。デトロイトへの行軍中に、この部隊は途中で止まって、激音がお襲撃した。 この時の遅れが致命的となり、遠征隊はイール川沿いでマイアミ族州長リトルタートルが指揮するマイアミ族選手と出会い、全軍が殺されるか捕虜になった。クラークは再び1781年にデトロイトトリレに対する襲撃隊を組織したが、インディアンの州長ジョセフ・ブラントが現在のインディアナ州オーロラ近くでロックリーの敗北と呼ばれる戦いで、 クラーク部隊のかなりの兵を捕獲した時に打ち切られた。1780年のプティトリでの戦いなど、インディアナでは他の小規模戦闘が起こった。1783年に独立戦争が終わり、イギリスはパリで交渉された急戦条約でインディアナを含み、アレゲニー地域全体をアメリカ合衆国に割上した。クラークの民兵隊はバージニア国の管轄下にあり、 サックビルトリデには大陸軍の旗が掲げられたが、この地域は1784年にバージニア国が合衆国連邦政府にこの地域を譲渡するまでバージニア国の領土として統治された。クラークは戦争中の功績に対してインディアナ南部の広大な土地を与えられた。今日のクラーク軍は彼の名前にちなむものである。アンソニー・ウェインが グリーンビル条約でインディアンとの休戦状態を作った1787年7月13日、連合会議により北西部領土が創設され、アパラチア山脈からミシシッピ川まで、五大湖からオハイオ川までのすべての土地が含まれた。この単一領土から、オハイオ州、ミシガン州、インディアナ州、イリノイ州、ウィスコンシン州及びミネソタ州東部が生まれた。 北西部条例で領土を監督する管理組織を確立し、土地は1785年の公有地条例に従って測量された。北西部領土が創設された時点では、インディアナにアメリカ人の開拓地は2カ所、すなわち、ヴィンセンズとクラークス・グラントのみだった。全体のヨーロッパ人開拓者人口は5000人に満たなかった。 先住民族人口は2万人近くと推計されている。インディアナ巡州1785年、北西インディアン戦争が始まった。先住民の反乱を沈める試みの中で、激音画のマイアミ集落が、ジョサイア・ハーマー将軍と北西部領土知事、アーサー・セントクレアによって攻撃され、不成功に終わった。セントクレアの敗北は、アメリカ州の中でも、 先住民族によるアメリカ陸軍最悪の敗北と考えられている。この敗北の後にマットアンソニー・ウェイン将軍が指名されアメリカ合衆国軍団を組織し、1794年のホールンティンバーズの戦いで先住民族を破った。1795年、グリーンビル条約が締結され、インディアナ東部の小さな地域が開拓者たちに解放された。 激音画のマイアミトリデは合衆国に占領され、これをウェイントリデとして作り直した。条約締結後、強力なマイアミ族は自分たちのことをアメリカ合衆国の同盟者とみなした。ウィリアム・ハリソン、インディアナ準州知事、第9代アメリカ合衆国大統領1800年7月4日、北西部領土の中でオハイオ州を作る準備のためにインディアナ準州が創設された。 インディアナという名前は、インディアンの土地を意味し、オハイオ川から、北の地域大半は依然として、先住民族が住んでいたという事実によっていた。インディアナ準州には、京のイリノイ州、ミシガン州、ウィスコンシン州及び、ミネソタ州の一部が含まれていた。これらの地域は1805年と1809年に、分離された。準州初代知事は、ウィリアム・ハリソンであり、 1800年から1813年まで勤めた。ハリソン軍は後に第9代アメリカ合衆国大統領になったハリソンにちなんで名付けられた。ハリソンの後任はトマス・ポージーであり、1813年から1816年まで勤めた。最初の州都はヴィンセンズであり、13年間続いた。準州の形が変わった1809年に、 議会は州都をより人口の集中するコリドンに移す計画を作った。コリドンはハリソンが寄付した土地に1808年に設立された。新議事堂は1813年に完工し政府が移転した。順州の人口が増加するにつれて大衆の自由の要求も高まっていった。1809年、初めてその議会議員をすべて選挙で選ぶことが認められた。 この時前はハリソン知事によって指名されていた。奴隷制も当時のインディアナ準州では大きな問題であり、反奴隷制会派が最初の選挙で過半数を大きく超えて獲得した。ハリソン知事は新しい議会と対立し、定めた規則も覆されるという現実に直面し、事実ハリソンが法制化した年期暴行と奴隷制用語の法律も撤廃されることになった。 奴隷制はそれに続く数十年間州内の重要な問題であり続けた。純州内の最初の大きな問題は先住民族の敵意が復活したことだった。1795年の休戦以来その待遇に不満を抱いていた先住民族は小児族の酋長、テカムセとその弟に引き入られてアメリカ人に対して立ち上がった。 テカムセの戦争は1811年に始まり、ウィリアム・ハリソン将軍が軍隊を率いて、テカムセの同盟者の攻撃的な動きを撃退した。戦争はティッペカヌーの戦いまで続き、これで先住民族の反乱をしっかりと終わらせ、アメリカ人がインディアナ全体を支配できるようになった。この戦いで、ハリソンの名は国民の間に知れ渡り、 オールドティッペカヌーというあだ名をもらった。この勝利でインディアナ中央部が開拓できるようになり、開拓者たちは中南部の境界を越えて入ってくるようになった。テカムセとハリソンの間の戦争は1812年に残りの同盟インディアンがカナダのイギリスと組んだ時に米英戦争と一体となった。ハリソン砦の戦いは米英戦争では 初めての合衆国の勝利と考える者がいる。現在のインディアナ州内で起こった他の戦闘には、ウェイントリでの包囲戦、ピジョン・ルースとの虐殺、及びミシシネワの戦いがあった。1814年に調印された頑丈役によって戦争が終わり、アメリカ人開拓者たちは、近くのイギリス人や、その同盟インディアンの脅威から解放された。この時点で初めて、 アメリカ合衆国はインディアナ準州をはっきりと支配した。1812年、ジョナサン・ジェニングスがハリソンの選んだ候補者を破ってアメリカ合衆国議会での準州代表になった。この頃の州内人口は2万5千人に満たなかったが、ジェニングスはその地位を利用して即座に就職を認める議会を導入し就職の肯定を早めようとした。 ジェニングスはこのことを当時のトマス・ポージー知事の意に反して行った。当時勃発した米英戦争のために議会では何の行動も起こされなかった。ポージーは州都コリドンに住むことを拒んで医者に近いジェファーソンビルに住むことで巡州政治に亀裂を生んだ。ジェニングスやデニス・ペニントンのようなポージーの敵対者は巡州議会を支配して 就省格という切り札を使い州内の奴隷制を永久に終わらせようとしており、ポージーが奴隷制支持者であることが事態をさらに複雑にした。1815年2月、アメリカ合衆国会員はインディアナの就省格についての議論を始めた。1816年3月13日に権限不与法が通り、連邦議会の承認に従った、州政府の創設許可を得た。 1816年にコリドンで州憲法選定会議が開催され、6月10日に州の最初の憲法が書き上げられた。州憲法作成に関わった43人の大議員が当初のハリソン軍庁舎の中に集まった。木造の軍庁舎の中は窮屈で夏の暑さもあり、大議員たちはしばしば外に逃げ出して、ビッグインディアンクリークに隣接する巨大なエルムの木の下に行った。 この木は憲法のエルムと呼ばれ、幹は今も保存されている。憲法のエルムは、ニレタチガレ病で1920年代に越しし、その幹だけが残されている。インディアナの初代議会議児童ジェニングスと、その支持者たちは憲法制定会議を支配できており、ジェニングスはその議長に選ばれた。この会議に出席した著名な者としては、デニス・ペニントン。 デイビス・フロイド及びウィリアム・ヘンドリックスがいた。ペニントン・トジ・ェニングスは、インディアナに奴隷制が入ってこないようにする運動の最先端に、おり、それを禁止する憲法を作ることを求めた。ペニントンは、我々大議員が奴隷制に反対する者として、選ばれたからには、自分たちで、我々の守りとなろうと言ったとされている。同じ年に、インディアナの首相格が、連邦議会に承認された。 そのモットーが、インディアナに、奴隷制はいらないである。ジョナサン・ジェニングスが、トマス・ポージーを5211票対3934票で、破って、州知事に選ばれた。ジェニングスは知事を2期務め、その後の18年間アメリカ合衆国会議員を務めた。ジェニングスは、選挙に勝った時、インディアナは自由州であると宣言した。北部の先住民族の土地も徐々に、 白人開拓者に解放され、インディアナ州の人口は急速に増加し、人口重心は北部へ移動し続けた。1820年、インディアナポリス市は、州内の中心部にあるゆえに、新しい州都の場所として選ばれた。インディアナ州最高裁判所の判事ジ,ジェレマヤ・サリバンが、インディアナとギリシャ語の都市を意味するポリスを組み合わせて、インディアナポリスと命名した。文字通り、 インディアナの都市を意味している。インディアナポリスはホワイト川の田元にその川が水運の幹線になるという誤った過程に基づいて設立された。しかしこの水路は砂が多く交易には向かなかった。1825年、最終的にコリドンからインディアナポリスにシュートが移された。この当時、インディアナポリスはアラノであり一番近い開拓地からでも60マイル離れていた。 州政府は第2の州都としてマリオン軍軍庁舎に作られた。インディアナ州は創設から20年間財政的困難さに苦しんだ。公共事業に金を使いすぎたことで赤字に陥り、インディアナ銀行を通じた州債や公有地3万6千エーカーの売却によって資金、手当てしなければならなかった。不運なことに米英戦争の後は、 経済が落ち込み、1820年には州が破産することを防ぐために、州債の価格を下げなければならなかった。ウィリアム・ヘンドリックスの監督で、州を確固たる財政基盤に戻す努力が行われた。ジェニングスの時に始まった公共事業は1830年代までに完了し、急速な人口増加によりゆっくりとではあるが、資金問題の解消が進んだ。 公共事業の成果で土地の価格は4倍近くに上昇し、農作物の収穫量はそれを超えるほどに増加した。財政的な困難さの解消のために1840年代遅くまで取り組み続ける必要があった。1829年にカンバーランド道路がインディアナポリスに到達し、インディアナ州はまさに近代化を始めた。インディアナ州民がフージアと呼ばれるようになり、 州がアメリカの十字路をモットーとしたのもこの頃のことである。1832年、五大ことオハイオ川を水路でつなぐウォーバッシュエリー、運河の建設が始まった。運河の仕組みは間もなく鉄道によって時代遅れとなった。これら輸送手段の発展によってインディアナとアメリカ合衆国先海岸北部との経済的なつながりを作ることになり、 ミシシッピ川やメキシコ湾岸の諸州とをつなぐ自然の水路よりも比重が高くなった。1831年、第3の周会機自動建設が始まった。この建物は、イシエルタウンの会社と、アレクサンダー・チャクソン・デイビスによって設計され、ギリシャのパルテノン神殿に触発され対象をしており、1841年に観光した。州政府によって建設され、 排他的に使用される州庁舎としては初めてのものだった。1840年代、インディアナ州は先住民族の移住を完了させた。ポタワトミ族は1838年にカンザス州に移住させられた。自発的に退去しなかった者は強制的にカンザスまでの旅を行わせ、ポタワトミ市の道と呼ばれることになった。インディアナ州内には、 ポタワトミ族のポカゴン体のみが残った。マイアミ族の大半は1846年に移住させられたが、1818 18年のセントメアリ条約で、州内に私的に土地を所有した種族の多くの構成員は残留を認められた。他の種族は自発的に州から立ち退くよう説得された。小2遺族は西に流れてミズーリ州に入り、 レナペ族はカナダに移住した。ウィー族など州内の他の少数部族は西に動き、大半はカンザス州に入った。先住民族の排除でインディアナ州中部と北部は大規模開拓に開放され、結果的に北部の人口が南部の人口を上回るようになった。1850年までにインディアナ州は大きな変化を経験した。 勝手はほとんど人の住まない辺境であったところが、いくつかの都市を抱える発展する州に変わった。1816年のインディアナの人口は約6万5千人だったのが、50年も経たないうちに100万人以上の人が住むところとなった。州の事情が急速に変化したので、1816年の憲法が批判されるようになった。反対者たちは憲法が 多くの指名役職を抱えており、その任期が不適切であり、また、上皇のいくつかは、憲法が起草された時に存在しなかった政党に、容易に操作されていると主張した。最初の憲法は、その成立を一般大衆の投票に委ねられておらず、州内の人口が大きく成長したこの時、それは不適切に思われた。1851年1月に、 憲法制定会議が招集され、新しい憲法草案は2月10日に会議で承認され、その年に有権者の投票に委ねられた。新憲法が承認され、以降公式の憲法となっている。インディアナにおける初期の教育機関は、フランス人イエズスカイ僧侶たちが先住民族を回収させるために作った伝道書だった。ジェファーソンアカデミーは、 インディアナ準州で1801年に州内最初の大学として創設された大衆向け大学であり、1806年にヴィンセンズ大学として開祖された。インディアナ州は州予算で公立学校を持った最初の州だった。1816年憲法はインディアナ州議会が町の学校から州立大学まで規則的に進級し、学費は免除され、 すべてのものに平等に開かれた一般的教育システムを作ることを要求した。議会がこの要求事項を満たすには時間を要した。これはインディアナの公立大学の準州はインディアナの公立大学の州として採用すべきか、あるいは新しい公立大学は準州の大学に代わってブルーミントンに設立すべきかという議論があったためでもあった。州政府は インディアナ大学を1820年に修立神学校として認可した。建設は1822年に始まり、最初の教授は1823年に雇用され、授業は1824年に開始された。1820年代には授業料免除の町の公営学校も始まった。ウィリアム・ヘンドリックスの任期中に、各町に校舎建設のための土地が取って置かれた。 州が成長するに従いたの州立大学が作られた。1832年に創設されたオバッシュ大学などは施設の大学である。ノートルダム大学は1844年にインディアナ州議会から認可を受けたが、10年前に作られたポタワトミ属宣教所のキャンパスを元にしていた。その他の学校は公的な所有となり、1865年に テレフォートに作られたインディアナ州立大学は州の市販学校である。パドゥー大学は1869年に科学と農業の学校として作られた。ボールステート大学は1900年代初期に市販学校として作られ、1918年に州に譲渡された。19世紀初期、インディアナ州におけるものの輸送の大半は川によっていた。 州内の支流の大半はオハイオ川に注ぎ、究極的にミシシッピ川に集められ、そこからニューオーリンズに運ばれて売られた。この地域の最初の道路は、バッファロートレイスと呼ばれ、ニューオールバニからビンセンズに走る古いバイソンの通り道だった。シュートがコリドンに移された後、いくつかの道路が作られて、新シュートとオハイオ川のモークポートや、ニューオールバニとを結んだ。 州内の最初の主要道路は、連邦政府によって予算付けされたアメリカ国道だった。この道路は1829年に、インディアナに入り、インディアナ州のリッチモンド、インディアナポリス及び、テレフォートと東部州、また西方では、イリノイ州やミズーリ州とを結んだ。州は、州全体に広がる国道を建設するために、先進的広報を採用し、1年中使える。 新しい道路網の建設に着手した。1830年代、ノースサウス道路が建設され、ミシガン道路はミシガン州とケンタッキー州をつなぎ、その中間でインディアナポリスを通過した。これら二つの新しい道路は大まかに州内を縦に貫いており、インディアナ州中に広がる道路網の基礎となった。1832年、ボバッシュエリー運河の建設が始まった。 この運河は、エリー湖を出発点とし、ホートウェインを通り、ウォバッシュ川をつないだ。この新しい運河は、ニューオーリンズからエリー湖までの内陸の水上輸送を可能にし、合衆国先海岸を回り、カナダに入るルートに勝った。インディアナ州で、最初の鉄道は1830年代後半に、シェルビービルで作られた。最初の主要線は1847年に完成し、 マディソンとインディアナポリスを結んだ。1850年代までに鉄道がインディアナ州で人気を呼んだ。鉄道はインディアナ州に大きな変化をもたらし、州経済の成長を促進した。インディアナの自然の水路は南部とセントルイスやニューオーリンズのような都市とを結んでいたが、新しい鉄道は東西に走り、オハイオ川やミシシッピ川を橋で越えた。 州内資源に対する需要の増加とアメリカ連合国に対する金融措置のために鉄道システムは南北戦争の終わりまでにほとんど完成した。インディアナ州は自由州であり、エーブラハムリンカーンが少年時代を過ごしたところでもあるので南北戦争の間もが州国に止まった。インディアナからの連帯は戦争のほとんどすべての主要戦闘、 中でも、西部戦線の戦闘はほとんどすべてに関わった。フージアは戦争の最初と最後の戦闘に参加した。戦争全体の流れの中で、インディアナ州は、北軍側に126個不評連隊、20個、砲兵連隊及び13個騎兵連隊を供出した。1861年の当初の徴兵令では、インディアナ州に7500名が割り当てられたが、これは、 反乱軍を抑えるために北軍に召集された全軍の10分の一に相当していた。最初の呼びかけであまりに多くの志願兵が集まったために多くのものは引き返すしかなかった。戦争が終わるまでにインディアナ州から208,367名が出征した。その中で35%が損失となり24,416名は戦死し。 5万名以上が負傷した。戦争が始まった時、州議会は民主党と南部同調者が多数を占めていた。インディアナ州がそれほど戦争遂行に貢献できたのも、不法に何百万という金を借りて、軍隊予算を手当てしたオリバー・モートン知事の行動によっていた。モートンは少数派である共和党の助けを借りて議会を抑え込み、 1861年から1862年には議会の開会を止めた。このことで民主党は戦争遂行努力を妨害したり、合衆国からの脱退を格作するためのいかなる機会もなくなった。オリバー・ハザード・ペリース・ロック・モートン、第14代インディアナ州知事、上院議員インディアナ州北部では、カバーヘッドの動きが強く、1863年まで抑えられなかった。 シェルビー軍のボックスタウンとシュガークリークタウンシップの残りは1861年2月16日に合衆国からの脱退を決議した。インディアナ州内で唯一起こった南北戦争の戦闘はジョン・ハント・モーガンの襲撃だった。1863年7月9日、モーガンがその2400名の騎兵を率いてオハヨ川を越え、インディアナ州内に入ろうとした。 この都下で簡単な抵抗にあった後、北のコリドンに進軍し、短時間のコリドンの戦いで、ハリソン軍の部隊と交戦し、その後民兵隊は町の中に撤退した。モーガンはコリドン南の高地を占領して、そこから砲弾を二発町に打ち込むと、町はすぐに降伏した。この戦闘で5名が戦死し、40名が負傷、355名が捕虜となった。 モーガンの主力部隊はその夜、ニューサリスベリーを襲撃して、そこで宿営し、一方文献隊は、クランデル、パルミラとその周辺部を襲撃し略奪した。モーガンは北方への進軍を再開し、セーラムの街の大半を破壊した。シュトは恐怖に包まれ、そこで民兵隊が作られて、モーガンの進軍に対抗しようとした。しかし、モーガンは、 セーラムの後で東に転じ、その道沿いで襲撃を行いながら7月13日にウェストハリソンを通ってインディアナ州から出て行った。かくしてインディアナ州で唯一の軍事的対決は終わった。南北戦争はインディアナの発展に大きな影響を与えた。戦争前は人口は一般に州南部におり、そこからはオハイオ川を使って 容易にニューオーリンズへ製品や農産物を運び出し売ることができた。戦争によって4年間近くミシシッピ川を使った交通が閉ざされ、その後の時代も混乱が続いたので、インディアナ州はその製品を運び出す別の方法を見つける必要があった。このことで人々は北部へ移動し、五代湖や鉄道への依存度を高めていった。 戦前はニューオールバニが南部への変わりようのゆえに州内最大の都市だった。フージアの半数以上がニューオールバニで10万ドル以上で生活した。戦中南部との交易が止まり、戦後はインディアナ州の大半でニューオールバニがあまりに南部に対して有効的だと考えた。この町は王子の繁栄を取り戻すことはなく4万人ほどの人口となり、 初期ビクトリア朝の邸宅の並びが、その繁栄した時期を思い出させるものとなった。インディアナ州選出の合衆国上院議員、スカイラー・コルファクスとオリバー・モートンがレコンストラクションの間の議論で南部を過激に処罰する支持者の中にあった。彼らは、リンカーンやアンドリュー・ジョンソン大統領の南部州を再加盟させる計画を支持しなかった。両上院議員とも、 ジョンソンの弾劾に賛成した。モートンは特にジョンソンを辞めさせられなかった時に落胆した。コルファクス上院議員は1868年に副大統領に選ばれ、ユリシーズ・グラント大統領の下で仕えた。インディアナ州は南北戦争後劇的に変化した。オハイオ川の港はアメリカ連合国への禁輸措置で窒息し、その後も回復することなく、 州南部の経済は減退した。これと対照的に、州北部は1880年代に天然ガスが発見され、安い燃料を使ってガラス工業が発展したガスシティ、ハートフォードシティ及びマンシーなどの都市の急速な発展に直接貢献して、経済繁栄を経験した。この繁栄は1900年代初期まで持続し、その後ガスの産出が減った。 インディアナ北部は工業化が進展し、ラストベルトの一部になっていった。1876年、南北戦争の北軍大佐で科学者のイーライ・リリーが薬品会社イーライ・リリーカンパニーを起こした。彼の最初の技術革新である錠剤をゼラチンで被覆する技術でその会社は急速に成長し、インディアナ州では最大、世界でも有数の巨大企業となった。 この会社は長年にわたってインスリンのような広く使われる多くの薬品を開発しペニシリンを大量生産したことでは最初の会社になった。この会社の多くの進展によってインディアナ州は薬品の生産と開発で指導的な州となった。チャールズ・コンは南北戦争後にエルクハートに戻って楽器の製造会社 CG コンを設立した。 この会社のバンド洋楽器における技術革新でエルクハート氏は音楽界の重要な中心となり何十年間ものエルクハート経済の基礎となった。近くのサウスベンドは南北戦争後に成長を続け大規模な工業都市になった。ゲイリーにはユナイテッドステーツスティールが1906年に新工場を建設した。南北戦争後インディアナ州は大統領選挙で どちらの政党が支配するかをしばしば決める重要な接戦州となった。全国政党はそれぞれフージアの支持を争い、南北戦争後の30年間ほとんどすべての大統領選挙でフージアが絡んだ。1880年、アメリカ合衆国大統領選挙では、インディアナ州選出の合衆国会議員、ウィリアム・ヘイド・イングリッシュが、ウィンフィールド、 スコット・ハンコックの副大統領候補として出馬した。この二人の組は、ジェームズ・ガー・フィールドとチェスター・エー・アーサーの組に敗れた。1884年、元インディアナ州知事トーマス・エイ・ヘンドリックスが副大統領に選ばれた。ヘンドリックスは、グロバー・クリーブランド大統領の下で1885年11月25日に死ぬまでその職にあった。1888年、 インディアナ州選出の合衆国上院議員で、準州知事、ウィリアム・ハリソンの孫であるベンジャミン・ハリソンが、大統領に選ばれ一揆を務めた。ベンジャミン・ハリソン取りでは彼にちなんで名付けられた。ハリソンは、インディアナ州から出た、唯一の大統領となっている。やはり、インディアナ州選出の合衆国上院議員、チャールズ・ W ・フェアバンクスは1904年に、副大統領に選ばれ、 セオドアルーズベルトの下で1913年まで使えた。フェアバンクスは1912年の選挙でもチャールズ・ウェバンズ・ヒューズの副大統領候補で出馬したが、ウッドロー・ウィルソンとインディアナ州知事、トーマス・アール・マーシャルの組に敗れた。マーシャルは1913年から1921年まで副大統領を務めた。ジェームズ・ D ・ウィリアムズ知事の任期の1878年に、 四代目の議事堂建設が提案された。三代目の議事堂は取り壊されて、新しいものが同じ場所に建設された。200万ドルが新ビル建設に充てられ、1888年に完成した。2008年でもこの建物が使われている。1893年教皇では多くの工場が閉鎖され、いくつかの鉄道は破産を宣言して、 フージアの経済に負の効果をもたらした。1894年のプルマンストライキはシカゴ地域とストライキを宣言したインディアナ州南部の炭鉱夫を傷つけた。苦しい時代は工業だけにとどまらなかった。農夫も価格の低下から財政的に苦しさを感じた。ヨーロッパで戦争が始まりアメリカ製品に大きな需要が生じた時に経済は 回復を始めた。インディアナ州期は1917年に公式に採用された。工業は州北部で急速に広がっていたが、インディアナ州は世紀の変わり目にも大部分は田園地帯であり、人口は増え続けて250万人になった。アメリカ合衆国中西部の他の地域大半と同様にインディアナ州の輸出品と仕事の提供者は、 第一次世界大戦の後まで大部分は農業であった。インディアナ州の発展する工業は教育された大衆、低い税金、交通の容易さ及び実業に有効的な政府に支援され、1920年代の半ばには先進的工業州の一つに成長した。1907年、フランク・ハンリー知事の時にインディアナ州は合衆国で、 初めて優生学法を採用した州となった。優生学の計画は1921年にインディアナ州最高裁判所で違見と判決されるまで有効なままであった。ハンリーはまた禁酒運動の代弁者でもあった。禁酒法は1920年に効力を発揮し、インディアナ州北部はアルカポネやその他の不法密造者の動きに巻き込まれた。 禁止法は1933年まで有効だった。1912年にインディアナポリス500で故障したマックファーレンの競争用自動車、インディアナポリスモータースピードウェイ複合施設は1909年に作られ歴史に新しい時代を開いた。自動車は新しい発明であり、インディアナポリスは数年間デトロイトと自動車の製造で派遣を競った。 このスピードウェイは自動車会社がその製品を見せる場となった。ヨーロッパやアメリカの会社がトラックでの勝利を期待して最も速い車を競って作った。インディアナポリス500はすぐに自動車競争のスタンダードになった。フージアの多数は第一次世界大戦初期に連合国を支持したが、かなりの数のドイツ系アメリカ人やアイルランド系。 アメリカ人は中立あるいは中央同盟国を支持した。友人イ・デブス、ジョン・ダブル・カーン上院議員、さらにマーシャル副大統領を含み、影響力あるフージアは参戦に反対した。同盟と軍備の充実の支持者には、ジェームズ・ホイット・コムライリーとジョージ・エイドがいた。合衆国が参戦を公式に宣言したとき、反対の声の大半は消えたが、不中を疑われて、 仕事を失った教師もおり、公立学校はドイツ語を教えられなくなった。インディアナ州兵は戦争中に連邦の管理下に置かれ、多くの部隊がヨーロッパに送られた。派遣された州兵を補うために、ジェームズ・ピー・グッドリッチ州知事は、大半は年齢制限のために資格のない者から、州民兵隊を起こすことを承認した。1918年と1919 19年の、 暴動や騒動を沈めるために民兵が数度、召集された。インディアナ州からは、大戦中に13万670名が、従軍しその大多数は長兵だった。これらのうち3000名以上が戦死したが、多くはインフルエンザや肺炎が原因だった。戦争の封じや子産兵を検証するために、州は、インディアナ世界大戦記念碑の建設を始めた。 戦時の経済はインディアナの工業と農業に流盛を呼び1920年代を通じて都市化が進んだ1925年までに大きな利点表を過ぎた農業よりも工場労働者の数が多くなったことである最大の産業は成功、鉄工、自動車及び車両だった1925年に議会の半数以上がクークラックスクランに 支配されているというスキャンダルが発生した。1925年議会の間、グランドドラゴンの DC ・スティーブンソンは、私がインディアナの法律だと嘘吹いた。スティーブンソンはその年に殺人罪で告発され、終身刑を宣告された。スティーブンソンが選ばれるのを助けたエドワード・ジャクソン。知事がスティーブンソンに対する恩赦を拒んだ後で、スティーブンソンは、 多くの共謀者の名前を挙げ始め、知事、インディアナポリス市長、検事総長等々、指導的フージアに対する一連の逮捕と告発に繋がった。この弾圧でクランの力が実質的に失われた。1930年代のインディアナ州は合衆国の他の州と同様、世界恐慌に襲われた。経済の原則はインディアナ州に広い範囲で負の影響を与えた。 1920年代の都市化に向かった動きの大半が失われた。事態はダストボールによって悪化し、西部からの移民の流入を呼んだ。ポール・ v マクナット知事の時、先の見えなくなった私的事前事業を助けるために、州予算による福祉制度をゼロから作り上げようとした。その任期中に不況に対応して、支出と税金は共に劇的に削減され、州政府は、 完全に再編成された。マクナットは州内の禁止法を終わらせ、州では初めての所得税を法制化した。いくつかの場合では戒厳令を宣言して労働者のストライキを止めさせた。世界恐慌の間、失業率は州全体で25%を超えた。特に州南部は最悪の年に50%にもなった。 公共事業促進局が1935年7月にインディアナでも事業を始めた。同年10月までに74,708人が事業局によって職にありついた。1940年でもまだ64,700人が事業局のために働いていた。これら労働者の大半は、州内道路の改良、橋、灌え計画、水処理工場。 指標付き図書館及び郵便局の壁画作りにまで雇われ、どの地域社会にも働くプロジェクトがあった。1930年代には、インディアナ州の多くの著名な企業が崩壊し、鉄道は破産し、銀行が店を畳んだ。製造業は、先細りする製品需要のために突然停止するか大きく、生産調整を行った。不況は、第二次世界大戦まで、 インディアナ州に悪い影響を与え続け、その後も長く感じられ続けた。地域経済は第二次世界大戦に向かって回復を始めた。公共事業局は多くのフージ屋を雇用し続けていたが、失業率は着実に減り、不況は戦時経済に道を譲った。インディアナ州は国の経済と資源の総力戦動員に参加した。 国内向けにセラーズバーグ近くの大規模工場で軍事品を生産した。戦闘機 PE-47 はエヴァンスビルのリパブリックアビエーションで製造された。インディアナ州北部で生産された鉄鋼は戦車、戦艦及び潜水艦に使われた。他にも戦争に関わる製品が州内中で生産された。インディアナ州の軍事基地は活性化し、 キャンプアターベリーのような地域は歴史的にもその活動が極地に達した。聖モア近くに空軍基地が建設され自由人野戦反乱の舞台となった。この反乱はアメリカ軍の人種差別撤廃につながった。大衆は一般に戦争遂行を支持し、多くの者が陸軍と海軍に志願して参加した。州内から多くの若者が海外での戦闘に参加し、 40万人近いフージアが入隊するか徴兵された。1万1783名以上のフージアが戦死し、1万7000名が負傷した。フージアは戦争の使用戦線のすべてに従軍した。その犠牲者はインディアナポリスの世界大戦記念碑に追加されて、検証され、1965年まで続いた。第二次世界大戦の終結で、インディアナ州は、 強行前のレベルの生産力に戻った。工業は再び大きな雇用種となり、その傾向は1960年代に加速した。1950年代と1960年代の都市化はクラークスビルのような町や都市を伴う、都市中心が大きく成長し、劇的に人口を増やした。自動車、製鉄、及び薬品工業が主要産業の上位にある。 インディアナ州の人口は戦後も増え続け、1970年国勢調査までに500万人を超えた。1960年代、いくつかの重要な発展があった。マシュー・イー・ウェルシュ州知事の時に、初めて2%の消費税を採用した。新しい消費税は、州の歳入を劇的に増やし、州の計画資源となった。ウェルシュはまた、議会に働きかけて、 インディアナ州公民権法を成立させた。1973年の石油危機は不況を生み出し、インディアナ州の自動車産業に障害となった。テルコエレクトロニクスやデルファイのような会社が長く続く、縮小をはじめ、アンダーソンやマンシー、コーコモーの製造業で高い失業率を生んだ。この傾向は1980年代まで続き、そこから国と州の経済が回復し始めた。 1988年代クエール上院議員は、ジョージ HW ブッシュ大統領の副大統領に選ばれた。クエールはインディアナ州出身の5人目の副大統領となり、一期を務めた。ありがとうございます。